自分のストーリーリを語ってください。他人のストーリーじゃない自分のストーリーあの究極の差別化ポイントはあなたが今まで経験したことだというふうに思っていいです、ね、いや僕の経験なんてそんな大した価値ないよって誰でも思うんですだけどそうじゃないその経験にこそ本当の価値があります自分のストーリーを語るっていうことが大事これは他の人には絶対に真似のできない要素です 他の人とは違うストーリーリ苦労話だとか自分のこだわりだとか自分が大事にしてる理念ポリシーあるいは自分がどうやって今この仕事をやってきたのか始めた時からのいきさつだとかねそういうストーリーを語るっていうことをやってほしいそうすると何が起こるかというと皆さんのクライアントが今度はあなた自身のことを語り始めます 分かりますかクライアントに語ってもらうっていうことが始まっていくんです。皆さんが自分のストーリーを語り始めた段階から、あの人はこの分野ですごく有名で、だけど本当はこんな苦労したんだよっていうことをねクライアントさんが何らかの時に語ってくれるようになる。これ、ね、第三者の口から語られる皆さんのブランドの話ってものすごいこう信憑性があってパワーがあるんですよ。 これがまたブランディングをこう前進させるんですね。それからもう一つ大事なのはどういうクライアントと付き合うのかというのも大事、ね。一流のクライアントと付き合うようにしてください。一流のクライアントと。何が一流か皆さんが決めればいい。だけど一流のクライアントと付き合うようにしてください。その人たちが語る皆さんのストーリーっていうのはものすごく力がある。クライアントが あなた自身をこう語っていくわけですね、えー。ブランドイメージの話をもうちょっと続けますけどね例えば世間の人が皆さんの名前を聞いた時にどういうイメージが浮かぶのかこれが浮かんだ浮かぶ状態がですねそのいわゆるそのイメージを持たれてる状態ですねイメージを持たれてる状態つまりあの人ってこうだよねっていうこういう言い方身近な人では当然そういうのありますね。 それが例えばお客さんの間であるいは業界の中でそういった中でどういうふうに皆さんが語られるのかっていうここが要は作っていきたいブランドイメージのポイントです例えばね、こんな風に皆さんの名前から連想されるとしたらこれはすごくいいんじゃないですか、えー、例えば皆さんの名前を聞いたときにあの人役に立つ人だよとかね、えー、何々の専門家だよとか すごい勉強になるよ話聞いてるだけでとかただあ,あるいはその収入が上がるよとかねこんなものがたくさんありますこういうイメージを皆さんの名前から連想されるようになるとこれは世の中的にブランドイメージができてきたということですね大事なのはユニークなイメージを作ろうと皆さんするけれど ユニークである以前に好ましいイメージを作ることをを考えてくださいいユニーークであるる以前に好ましイメジ作ことどんなにユニークでも、うん、例えばその名前を聞くとすごくこうネガティブな気分になるブランドとかってあるでしょああいうものではダメです。まあ、これも広い意味ではブランドだけれどこれは僕らの望むブランディングではないですね。好ましいイメージを 彷彿させるようにししてほしい役に立つとか勉強になるとか安心するとか癒されるとかね人脈が広がるとか創造、ねえー、的になれるとかこういう好ましいイメージですねこれをぜひ狙ってほしいんですどんな職業をしててもそうするとやっぱり好ましさは人を引きつけますからどん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 そのお客さんも増えていくし新しい仕事もこう増えてくるわけです。 この辺から、まあ、ダークサイドの話を一つしましょうねえっ、ー、とねこれあのブランドになろうというふうに意識すると無意識のうちにそのブレーキがかかることがあるどういうことかというと何でもいいんですよ例えば、えー、有名になろうとするとなんかこう世間を普通に歩けないんじゃないかとかね あるいはすごく忙しくなってプライベートがなくなるんじゃないかとかこういうことをその無意識のうちに感じることがありますこれはねどういう状態かというと要はブランドになりたいと思ってこうグーッとアクセルを踏んでるのに一方で無意識はサイドブレーキを引いている状態です車は進まないよね無意識の中でのストップがかかっている状態があります だからそれだといつまでたってもブランドになれない、ね、何が言いたいかというとこのねつまりどういうことかというと一回自分の中でそのじっくり考えてみる俺は本当になりたいの本当に僕はそこを目指すのということを考えてほしいんですそれでその時に何かこう嫌な思いとかがこうよぎることがあるそしたらそれがきっとブレーキです だからそれをねちょっとこう紙に書き出す紙に書き出す時間がなくなるとかプライベートがなくなるとか何とかがなくなるとかねそういうことをこう紙に書き出すでそれを見ながらそれでも自分は本当にやりたいのかっていうことをちょっとじっくり考えてほしいんですでそれでもやるということだったらぜひ覚悟をするっていうことが大事 あのパーソナルブランディングをやりたいんだけれどって言うけれども実はこの覚悟ができてない人って少なくないです。困難も甘んじて受け入れるっていう覚悟をしないとブレーキがこう引っ張られたまままアクセルを踏んでる状態になります、ね、覚悟ですね覚悟決断をすることこれをぜひやってほしいんですね。 次は、ねえっと、パーソナルブランディングの発展段階についてちょっと話をしますね。始めようと思ってからそれがこう完了していくまでの段階があります。